釘崎野原、喜べ男子、こう言ってんよ。かきくけこはマジで無理。じと俺、虎杖悠仁、仙台から。伏黒めぐみ見るからに芋臭い。絶対ガキの頃鼻くそ食ってたタイプね。お疲れ様です。何よ、分かってるじゃない。オーラってやつは隠してもにじみ出るもんだからな。じと名前だけって、私偉そうな男って無理。きっと重油まみれのカモメに火つけたりするんだわ。卒業ぶりですね、伏黒さん。お俺、中学ここ。それも驚きだけど。そうじゃねえだろ、こっち見ろ。何した、お前中学で何した。いや、あいつらに聞いた方が早いな。おい、バカ A、バカ B、こいつに何された。言っておくが、俺はお前を助けた理由に論理的な思考を持ち合わせていない。危険だとしてもお前のような善人が死ぬのを見たくなかった。俺はヒーローじゃない、呪術師なんだ。俺らっていうか、この辺の不良、半グレ、その他もろもろ、伏黒さんにボコられてますから。はい、ボコった。なんでさっきからカタコトなんだよ、こっち見ろって。何してんの、お前何してんの。はい、はい、かしこまりました、よろしくお願いいたします。はい、どうしました。伊地知さんって電話でお辞儀するよね。伏黒くんか。どうも。覚えられてる。行くでしょ、東京観光。東京、東京、東京、We love Tokyo。わかる、私も脱毛してる時埋没毛をして首痛めたこと何回もあるもん。もちろん毛穴も痛めた。それは同じなの。すげえ、釘崎。ふっ、どうせ。リリル、リリル、痛い。バカ、リリルは千葉だろ、中華街にしよう。先生、中華街だって横浜だろ。横浜は東京だろ、おめえ知らねえのかい。地図見ろ。志村君、学校にいた時はいろいろ世話になってたんでな。積木君は元気か。はい。積木って誰。姉貴。はあ、あんた自分の話しなさすぎじゃない。そうだそうだ。それでは行き先を発表します。六本木。六本木、嘘つき。六本木ですらね。地方民を持って遊びやがって。ピコーン。流行ってたのはバンジーっすよね。飛び降りるって行為が鍵なんじゃないっすか。ピコーンって言った、今言った、言った、言った。なあなあ、俺特急とかまだいまいち分かってねえんだけど。ちょっと待って、こいつそんなことも知らないの。実は飲み込んだ特急呪物を。きっしょ、ありえない、衛生観念キモい、無理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 。んだと。これはどう。呪いが近づいたらこいつが教えてくれる。そっかそっか、やすやす、頼りにしてっからな。ちょっと待てよ、もうちょい真面目に行こうぜ。呪いって危ねえんだよ。最近までパンピーだったやつに言われたくないわよ。さっさと行け。扉は。ドアがなくなって。なんで、私たち今ここから入ってきたわよね。どうしよう、それどうしよう。でも任務の危険度が上がったのは本当。はいはい、もう分かったわよ。初めっからそう言えよ。こいつが出入り口の匂いを覚えてる。あらまあ、グッボーイ。ジャッキー、ありったけのジャッキーを持ってきて。緊張感。やっぱ頼りになるな、伏黒は。お前のおかげで人が助かるし、俺も助けられる。誰か行ってくるよ。お疲れ様んさ。子供は送り届けたよ。今度こそ飯行こうか。うち中華料理屋やってて、お礼にご馳走させてください。いいんですか、ありがとうございます。ごちそうさ
不敵シッソー任せなさい。めぐみは？あ？じゃ、行こっか。お4代続くこの店も残したかったんですよね。この店、この味を。ええー、話や。イタドリ、私はパーを出すぞ。じゃんけんポン！シャー！寿司か、銀座のいつものとこでいっか。ザギン、フー！お待たせしました。当店自慢、代々伝わる餃子定食です。いただきます。俺回転寿司がいい。うん。くっ、イタドリお前ほんと、くっ、伏黒も何か言えよ。俺もさすがにどうせならうまい方が五条先生の金だし。お前らさ、全然肉の味しなくてほぼつなぎとキャベツみたいな餃子どう思う？よく言った伏黒。いい人だったんだけど、いい人だったんだけどね。カップ焼きそばと焼きそばが別物のように回転寿司も別物なんだよ。私は寿司が食いてんだよ。寿司は食事だけ、回転寿司はレジャーなんだよ。遊園地なの、 TDL なの。っていうか釘崎ど田舎出身って言ってたけど、回転寿司行ったことあんの？米、いや、パンも好きだし。待って、おかずは明太子？米かな。私絶対パン。僕のフェイバリットは寿司号だが、初めてなら立派寿司だろうね。先生分かってんじゃん。おい、まだ行くとは。釘崎よく聞け、立派寿司は寿司が新幹線に乗ってくるんだ。うわっ。でも餃子って肉料理じゃなくて野菜料理らしいよ。マジ？運転した。この子回転寿司派手なんだ。国道沿いの駐車場がバカでかい立派寿司まで。寿司黒面接対策みたいな質疑を落としてんじゃないわよ。交代、もう学ランはしんどい。可愛いジャージを買いに行かせろ。あの二人は何してんですか？受け身の練習。あんた、マキさんのことどう思う？どう答えても角立ちそう。とても素敵な女性かと。あ、術師としての話よ。あ、そっち？よかった。しかしさ、俺もしこたま聞かれたけどさ、お前なんで呪術高専来たんだよ。なんでって、田舎が嫌で東京に住みたかったから。正直呪術云々はまだよくわかんねえけど、喧嘩は超強い。重心っていうか歩き方でもうやばい。お金のこと気にせず上京するにはこうするしかなかった。そんな理由で命かけられんの？かけられるわ。私が私であるためだもの。マキさん4級なの。え、マジ？家が面倒な術師の家系でね。セルフ感動みたいに出ていったマキさんの昇級邪魔してんのよ。じゃあなんで呪術師なんか。嫌がらせだよ。見下されてた私が大物術師になってみろ。家の連中どんな面すっかな。楽しみだ。呪術師の家系なら強い術師は大関係じゃねえの？一度否定したものを認められないのよ、バカだから。実はお前たちに京都姉妹校交流会に出てほしくてな。京都姉妹校交流会？でも交流会で活躍して牧の名前がある程度広まれば、そういう嫌がらせも難しくなるよな。はい先生。はい雄二君。交流会って何？あ、言ってなかったっけ？そのためにまずは団体戦で勝つ。あんたもういっぺん死ぬ気でやんなさい。はい。聞こえてんぞ。自分の話をしなさすぎだな。ここまで気づかないとはマジでテンパってるのね。別に何でも話してくれとは言わねえけどさ、せめて頼れよ。友達だろ。私ってつくづく環境に恵まれないのね。人の顔見てため息ついてる。でもまあ伏黒の怪我が大したことなくてよかったな。ピザも食えてるしな。いや、もっと消化のいいもん持ってきてくれ。はん、負けな。あれ、どったの伏黒？別に出番がなくて拗ねてんの。プップー、子供。